環中国へようこそ。4月2日のニュースをお伝えします。90年代生まれの中国チベット仏教徒であるアモール・デンさんは、仕事の関係で過去数年間チベットに住んでいます。昨年、家族と共にアメリカのロサンゼルスに移住しました。デンさんは大紀元時報とのインタビューで次のように述べました。チベットが大好きだ。そこには聖なる山や湖がある。人々は素朴で純粋で、私はこの土地を故郷のように愛している。しかし、過去5年間はあまりにも多くの恐怖を私に残した。そこは民主主義も人権も宗教の信仰の自由もない。軍隊や警察が最も多い場所であると述べました。2019年初めにチベットに到着したデンさんは、街中の光景に驚きました。街の至るところにバスとほぼ同じくらいの大きさの中国共産党党首、習近平の巨大な肖像画が掲げられています。地元政府は仏教徒に、仏壇では仏様に供える際、党首も同じように供えなければならないと要求しています。そのため、チベット人の家々の仏壇には、毛沢東と習近平の肖像画も置かれています。中国共産党党首の肖像画が、チベット住民の生活に与える侵食は、想像を絶します。ある時、デンさんは、農産物の買い付けのために、数時間車を走らせて、牧区に行きました。そこは、携帯電話の電波が全く届かなくて、まるで世間から隔絶されたところだった。その荒廃した家屋やテントの中の薄暗いオイルランプの下で毛沢東の像がぶら下がっているのを目にした。あんな偏僻で貧しい田舎でさえ中国共産党党首の肖像画を掲げることが要求されるのはとても馬鹿げていると思ったとデンさんが語りました。一方、チベット人が崇拝する精神的指導者であるダライ・ラマは、チベットでは最もタブー視されています。デンさんは、チベットではダライ・ラマに関しては明確な規定がある。ダライ・ラマについて一言も触れてはならない。ダライ・ラマの肖像画を備えてはならず、写真も持ち出してはならず、ダライ・ラマに関する動画を見たり発信したりしてはならないと述べました。デンさんは2022年に起きた出来事を話してくれました。チベットの最大の都市であるラサ市から非常に遠く離れた田舎で、7、8歳の女の子が TikTok でダライ・ラマの動画を転送しました。これがラサ市の警察に発見されました。それでラサ市の警察は7時間から8時間かけて車を走らせ、少女を逮捕し、動画を投稿した理由について尋問しました。女の子は、ダライ・ラマに会いたいと答えました。その後、その子は行方不明になりました。デンさんは、とても心が痛むと述べました。また、勤務先でも同じオフィスビルにいる誰かが、突然行方不明になったというようなことを時々耳にします。その失踪者か、家族の誰かが会話の中でダライ・ラマのことを口にしたのだろうということを皆が知っています。それ以来、その人物は行方不明になっています。チベット人はダライ・ラマを非常に尊敬しているが、その気持ちを表現することができないので、内心で非常に抑圧されているとデンさんが述べました。チベットではどこにでも軍人や警察がいます。警察拠点が密集しているという印象を強く感じるとデンさんが言います。都会では車を数分走らせると交番が一つあります。田舎では村と村との間に交番があります。私がいる市場のすぐ隣には交番がある。車を2、3分走らせると、また別の交番がある。そして、
さらに5分行くと、また別の交番がある。農村から県庁に入るには、最初に通る場所が交番なのだ。デンさんの記憶によると、彼女がいる県庁からラサ市に向かう途中、数えきれないほどの交番を通過する必要があります。それぞれの交番で車を止め、身分証のチェック、顔認証、セキュリティチェックなどを受けなければなりません。警察があまりにも多く、数歩歩けば必ず出会うのだ。警察は頻繁に商人や住民を会合に呼び出して説教を行います。内容は、特定の人物を見に行くな。ここには監視がついていると皆に警告するものです。小規模な会合は絶えず、大規模な会合も頻繁に開かれます。大規模な会合では、住民や商人は警察の要求に従い、整然と列を作り、宗教的なことは話さないことをはっきりと警察に保証しなければなりません。小規模な会合の場合、警察または交通警察が個々の人を呼び出します。デンさんは、私が呼ばれた時、とても怖かった。私たちは彼らを指導者として扱い、警察官に、はい、指導者、私は規則を守ることを約束しますと言わなければならない。そこでは、たとえ交通警察官であっても、住民や商人にとっては、指導者とみなされるのだと語りました。交番以外にも監視カメラが至るところにあります。監視カメラについてデンさんは次のように述べました。私たちが普段お茶を飲む喫茶店でも監視カメラがあり、地元政府と連動している。そのため、人々は小声で話す習慣を身につけ、監視カメラがあるかどうかを先に確認するようになっている。常に政府に見られている。もし政府が許さないようなことについて話したら、明日は私に会えなくなるかもしれない。自宅でおしゃべりするときでも、隣人に聞かれて密告されるのを恐れて声を潜めている。一旦密告されると、自分だけではなく、家族全員が連行される可能性がある。これはすべて事実だ。中国国内で言論の自由や宗教の自由については一切口にすることができず、考える勇気もない。毎年、デンさんは家族と共に浙江省や上海に戻って一定期間を過ごします。しかし、それでも自分がチベット人だと感じます。上海の親しい友人や親戚には、こうしたことを話せません。なぜなら、彼らは理解してくれない。チベットにいなければ、正直言って私もこのような認識を持たなかっただろう。日々の精神的な圧迫は、私をパニック状態に追い込み、心の内で非常に苦しめられた。最終的には逃げるしか選択しかなかった、と、デンさんは述べました。デンさんはアメリカに来てやっと大声で話すことができると喜んで語りました。深い抑圧になっていた彼女は今までにないリラックス感を味わいました。私はチベットにとても戻りたい。そこには私の信仰があるからだ。しかし戻る勇気がないとデンさんがここまで話すと、すでに何度も涙を流していました。チベットに戻りたいかどうかと聞かれるとき、私の最初の反応は恐怖だ。もしも私があの土地に戻ったら、何が起こるのかを想像する勇気さえないのだ。恐ろしくてゾッとする。皆様へのお知らせです。これから漢中国の動画を鑑真ワールドというサイトにも掲載していくことになりました。リンクは下の概要欄に貼ってあります。よろしければどうぞご覧ください。Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's Ganjin World.